いつも元気な服部管楽器、あなたの楽器買い取ります。チャンネル登録もよろしくね。楽器を売っても買っても嬉しい服部管楽器。西巣鴨。こんにちは、中原瑞希です。今日はカリキオのトランペットをご紹介します。シリアルは2900番台とやや古く、詳しくは分かりませんが、初代ドミニク・カリキオが作り残したパーツを組み合わせていたと考えられている時期のものではないでしょうか。マウスパイプはフィルジックと筆記体で書かれたものに交換されています。内側から覗くと段々になっている面白いパイプです。また日本でかなり有名なあのハイドーさんによりフレキシブル支柱に交換されていたり、ウォーターキーが変わっていたりします。それでは実際に音を聞いてみましょう。いかがだったでしょうか。音抜けがとてもよく、息ががっつり入って吹き応えがしっかりありました。思い通りの演奏ができるレスポンスの良さと、滑らかな吹奏感がたまりません。皆さんもぜひ一度体感してみてください。服部管楽器西巣鴨では楽器の買い取りを強化しております。お家に使っていない楽器本体やマウスピースなどをお持ちの方は、ぜひ服部管楽器西巣鴨にお問い合わせください。そしてこの動画への高評価ボタンポチッとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。中原瑞希でした。